NHK が青山繁晴氏を意図的に報じない理由をご存知でしょうか。今回の動画では自民党総裁選に挑む青山繁晴氏が直面している数々の困難と彼の揺るぎない信念について深掘りします。まず青山氏が日本の国益を守るために選んだインド公務出張が彼の総裁選キャンペーンにどのような影響を与えているのか、そして NHK をはじめとするメディアがなぜ青山氏の存在を無視し報道から排除しようとしているのか、その背景に迫ります。さらに青山氏が総裁選に必要な推薦人を確保するためにどれほどの努力を重ねているのか、派閥に属さない独立した立場でありながら誠実さと行動力で議員たちを説得していくその姿勢には他の候補者とは一線を画す信念が感じられます。そして青山氏がインドで行った公務の重要性についても見逃せません。彼は国際社会での日本の地位を守るために現地での ODA 活動や高官との議論を通じて日本の未来を見据えた外交を展開しました。これはただの選挙活動ではなく日本の国益を第一に考えたリーダーとしての行動です。今回の動画では青山繁晴氏がいかにしてこの困難な状況を乗り越えようとしているのか、その奮闘ぶりを余すところなくお伝えします。青山氏が選んだ道が総裁選という熾烈な戦いの中でどのような結果をもたらすのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは青山繁晴氏のインド公務出張と自民党総裁選への影響についてから始めましょう。青山繁晴氏が自民党総裁選への出馬を表明する中、彼の動きは注目を集めています。しかし彼の挑戦には予想外の困難が立ちはだかりました。青山氏は総裁選に向けての推薦人確保という重要な局面においてインドへの公務出張という大きなハードルに直面しています。通常総裁選に臨む候補者にとって推薦人集めは直接的な対面での交渉や説得が不可欠です。そうした活動を日本国内で進めるべきこの時期に青山氏が海外出張を選んだことは一見すると無謀とも思える決断に移るかもしれません。しかし青山氏はこの出張を単なる外遊ではなく日本国のための重要な公務と位置づけています。彼は日本とインドとの関係強化を目的に政府開発援助いわゆる ODA の現地視察を行うなど国益を第一に考えた行動を示しています。インドは人口で中国を超え近い将来には GDP でも日本を上回ると予測される大国です。そのインドとの関係を強固にするため青山氏は自らの推薦人確保のための活動を一時的に犠牲にしてまで国益を優先したのです。このような行動は短期的には彼の総裁選キャンペーンにマイナスとなるかもしれませんが長期的には彼の誠実さと国益への献身を示す証となるでしょう。青山氏がインドで取り組んだのはただ形式的な会議出席ではなく現地の実情に深く踏み込むことでした。彼は日本の ODA がインドの貧困層やインフラ整備にどのように役立っているのかを自らの目で確認し関係者と直接対話を重ねました。このような姿勢は単に総裁選のために政治的なアピールをするのではなく本当に国民のためになる政策を追求する彼の真摯な姿勢を示しています。もちろんこれほどの遠出が総裁選の推薦人集めにおいてリスクを伴うことは間違いありません。特に他の候補者たちが国内で精力的に活動している中青山氏のインド出張は時間的なハンデとなりうるでしょう。だが青山氏は一切の妥協を許さずあえて難しい道を選びました。彼は自らの行動が総裁としての資質を証明するものであり最終的には国民の支持を得るための最善策であると信じています。このように青山繁晴氏のインド公務出張は彼の信念と日本国への忠誠心を際立たせる出来事となりました。総裁選の過酷な競争の中で彼がどのようにこのハンデを克服し結果を出していくのか、その動向に注目が集まります。次は青山繁晴氏と NHK の報道姿勢に対する批判についてです。青山繁晴氏の自民党総裁選への出馬が注目を集める中で
彼に対するメディアの対応が議論の的となっています。特に NHK の報道姿勢に対する青山氏の批判は今後の総裁選を見据える上で避けて通れない問題となっています。 NHK は日本の公共放送として全ての候補者に対して公平であるべき立場にあります。しかし青山氏が指摘するところによれば、NHK は彼の存在を意図的に排除しようとしているように見えるのです。青山氏が出馬を表明したにもかかわらず、NHK は彼を他の候補者と同列に扱っていないとされます。例えば、他の候補者たちがニュースのヘッドラインで大きく取り上げられる一方で、青山氏に関する報道はほとんど行われていないという事態が発生しています。これは、視聴者に対して偏った情報を提供するものであり、民主主義の根幹を揺るがす行為です。青山氏は NHK が過去の報道においても同様の手法を用いてきたことを指摘し、これをステルス変更と表現しています。これは報道内容をこっそりと変更し、その変更を視聴者に知らせないという手法を指します。青山氏はこうした NHK の動きに対して正式な抗議を準備しており、彼の支持者たちの間でもこの問題は大きな関心を集めています。 NHK が青山氏の存在を過去の報道からも排除しようとしているという事実は、彼の支持者にとっては大きな不満の原因となっています。公共放送としての責任を果たすべき NHK が特定の候補者を排除しようとする姿勢は、報道の自由と公平性に対する重大な脅威です。一方で青山氏はこのような逆境にもかかわらず、自らの信念を曲げることなく活動を続けています。彼の政治活動は単なる選挙戦略に止まらず、国民に対する誠実な姿勢が感じられます。彼は報道機関の不公正な扱いにも屈することなく、自らの立場を貫いています。これは青山氏が国民に対して真摯に向き合い、その声を真に代弁しようとしている姿勢の表れと言えるでしょう。青山氏の批判は単なる一候補者の不満ではなく、公共放送の在り方そのものに対する重要な問いかけとなっています。 NHK が今後どのように対応するのか、その行方は多くの人々が注視しています。そして青山氏がこの困難をどのように乗り越えていくのかもまた注目されるべき点です。報道の公正さが問われる中で、彼の信念がどのように結果に影響を与えるのか、その行方に目が離せません。次は青山重治氏の推薦人集め活動の困難さとその戦略についてです。青山重治氏が自民党総裁選に向けて立ち上がった時、彼が直面した最大の挑戦は、20名の推薦人を集めるという現実的な壁でした。総裁選において推薦人の確保は、単なる数合わせではなく、候補者としての信頼性や支持基盤を示す重要な指標です。しかし青山氏の場合、この推薦人集めが容易な作業であるはずもありませんでした。青山氏は政治的には独立した立場を貫き、特定の派閥に属さないことで知られています。この独立性が彼の政治的信念の一部であり、その純粋さは彼を支持する層には強く響いていますが、一方で派閥間の強固なネットワークが支配する自民党内での推薦人集めには大きな障害となりました。派閥の力を借りず、ただ一人で多くの議員を説得し賛同を得ることは、まさに彼にとって最大の試練だったと言えるでしょう。さらに青山氏はこの活動を行う上で一切の妥協を許さない戦略をとっています。電話一本で済ませることができるような簡略な手法ではなく、青山氏は可能な限り自らの足で議員一人一人を訪ね、直接対話を重視しました。このような手間のかかる方法を選ぶことは、時間的な制約や物理的な疲労を伴うものであり、多くの候補者が敬遠するところです。しかし青山氏にとっては、対面での誠実なコミュニケーションこそが最も効果的な方法であり、彼の信念に基づく行動でした。この戦略が特に効果を発揮したのは、推薦人の心を動かす力です。ある中堅議員が青山氏からの直接の訪問を受け、その誠実さに感動し推薦人となる決意を固めたというエピソードは、
青山氏の人間性とその影響力を如実に物語っています。派閥に頼らず、ただ己の誠意と信念だけで支持を得るという彼の姿勢は、他の候補者とは一線を画すものでした。しかし、この方法には当然ながらリスクも伴います。インドへの公務出張も重なり、物理的に多くの議員を訪問することが難しくなる中、青山氏の推薦人集めは困難を極めました。他の候補者たちが派閥の支援を受けて着実に推薦人を集める中、青山氏は孤軍奮闘する状況が続いたのです。それでも彼は自らの信念を曲げることなく、時間をかけて丁寧に支持を広げていきました。青山重春氏が選んだ道は決して楽なものではありませんでした。しかし、彼が貫いたのは、ただ一時の勝利を目指すのではなく、長期的に信頼される政治家であり続けるという決意です。そのために彼は苦難を乗り越え、推薦人集めという重要なステップを一歩一歩確実に進めていったのです。最後は青山重春氏のインド出張での活動と日本国益への貢献についてです。青山重春氏がインドを訪れたこの時期、彼にとっての政治的意義は非常に大きなものでした。自民党総裁選を目前に控えた青山氏にとって、国内での活動が最も重要であるにもかかわらず、彼はあえてインドへの公務出張を選びました。これは一見総裁選において不利な選択に見えるかもしれませんが、青山氏の行動には深い理由がありました。青山氏がインドで果たした役割は単なる儀礼的な訪問ではなく、日本の国益を守るための実質的なものでした。特に政府開発援助 ODA に関する現地調査やインドの高官との議論は、日本とインドの関係強化に直結する重要な任務でした。インドは人口で世界一となり、経済的にも成長著しい国です。そのインドと日本の間に強固なパートナーシップを築くことは、長期的に見ても日本の国益にかなうことです。青山氏はインド滞在中、日本の ODA が現地でどのように活用されているかを自ら確認し、インド政府の関係者と直接対話を行いました。彼は ODA の見直しや今後の支援の在り方についても深く議論しました。このような日本が今後も国際社会で信頼されるパートナーであり続けるために不可欠です。青山氏はこの重要な局面で日本の立場をしっかりと主張し、インドとの関係をさらに強化するための具体的な提案を行ったのです。しかし、こうした国際的な任務に従事することは、総裁選における青山氏にとって時間的、物理的な制約を生むものでした。彼の出張中、他の候補者たちは国内で精力的に活動し、支持を広げていた一方で、青山氏は国を代表する任務に全力を注いでいました。これは総裁選において致命的なハンデとなる可能性もあったのです。それでも青山氏がこの公務出張を引き受けた理由は、日本の国益を最優先に考える彼の信念にありました。彼は自らの政治的な野心を抑え、国のために行動することを選びました。このような姿勢は短期的には彼の総裁選キャンペーンに不利に働くかもしれませんが、長期的には彼の信頼性を高め、国民からの支持を得ることにつながるでしょう。青山重春氏のインド出張は、彼が単なる政治家ではなく、真に国益を考えたリーダーであることを示すものでした。総裁選という国内政治の重要な時期においても、国際的な舞台で日本のために行動する姿は、多くの国民に感銘を与えたことでしょう。彼がこの選択を通じて得たものは、数字には現れない信頼と尊敬であり、それこそが彼の最大の財産となるのです。さて、ここまでご視聴いただきありがとうございます。青山重春氏が自民党総裁選に挑む中で直面している困難と、彼の揺るぎない信念について深掘りしてきました。特に NHK をはじめとするメディアの報道姿勢がどれほど彼の挑戦に影響を与えているかをお伝えしました。今回の動画を通じて皆さんも感じたかもしれませんが、公共放送としての責任を負うべき NHK が青山氏の存在を意図的に無視しているように見えることは非常に問題です。私たちが望むべきは、
公平で透明性のある報道です。視聴者が本当に必要としているのは、全ての候補者を正当に扱い、国民が自らの意思で判断できる情報を提供することだと思います。青山氏が NHK に対して正式に抗議を準備しているということは、彼がこの不公正な状況を変えようとしていることの表れです。彼のように真実を追求し、国民のために尽くそうとする姿勢は、他の候補者とは一線を画しています。総裁選という熾烈な戦いの中で、青山氏がどこまで進むことができるのか、今後の展開が非常に興味深いところです。皆さんは今回の NHK の報道姿勢についてどのように感じましたか？メディアが一方的な報道をすることで、私たち視聴者が受ける影響は計り知れません。青山氏のような候補者が正当に評価されるべきだという意見があれば、ぜひコメントでお聞かせください。また、他の候補者やメディアの対応についてのご意見もお待ちしております。最後に、この動画が皆さんにとって有益であり、新たな視点を提供できたのであれば幸いです。今後も政治の裏側や報道の実態に迫る内容をお届けしていきますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。